ボタンをドラッグします。部品情報が表示され、編集画面に表の関係式を入れます。例えば、2桁の3行の場合、関係式はストリング表23となります。漢字以外は全部半角文字で入力します。最後に、コントロールと Enter ーキーを同時にクリックして、構築と実行をします。下画面に、自動的に変数が表示されました。 変数をドラッグして白板へ入れます。部品作成の選択画面で表を作成をクリックします。評価表示されました。空欄にずれないように文字や数字を入れます。表を選択した状態で右クリックのテキスト作成編集で文字や数値の編集が可能です。色やサイズの変更も可能です。簡単ですが評価完成しました。